ガーです。10月2日水曜日の朝です。スタンディングを開始して200日となりました。天気は晴れです。今日は朝の11時からデーガマンと一緒に凱旋ポス活をやっていく予定となっています。嬉しいニュースがあります。デイは新選組を応援する創価学会関係者が一挙に3人増えて合計233人となりました。おめでとうございます。パチ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 。それではコメントを紹介します。赤松さんです。比嘉さん。おはようございます。デイは新選組を応援する人たちが増えて嬉しい限りです。私は学会員ですが、デイは新選組がこの調子でぐんぐんうなぎ登りしていったらいいなと思いますし、これからも全力で応援していきたいですねとあります。コメントありがとうございます。共に頑張っていきましょう。二人目です。質問の回答の途中なので、よくわからないかもしれませんが、聞いてください。まさにあなたがおっしゃることを自問自答し、私は脱会の道を歩みましたが、すぐにそれは間違いであったことに気づきました。なぜだと思いますか？学会員はもともと政治と無関係に思想を重んじてきてために政治においては全くのど素人同然の人が少なくありません。限られた上層部の連中が道を誤り学会を私物化し信仰をビジネス化してきた黒歴史が現在の公明党の姿です。改めて元学会員として言わせていただきますが、比嘉さんはそのことをよく理解していることは、私が申し上げるまでもないことなのです。コメントありがとうございます。M さんからのコメントです。創価学会の永遠の師匠である池田先生が創価学会と公明党の関係を明確に指導されています。この指導を拝すれば、無駄な争いはなくなると思います。池田会長講演集第3巻20ページ。お持ちの方はぜひ読んでください。以下に大事なところを引用します。公明党誕生の母体は創価学会であることは間違いない。しかし、いくら母体といっても、いつまでもそれに依存するようであっては、党の健全な発展はない。例えて言えば、賢明な母は、子が独り立ちできることを願うものであります。いつまでも自己の支配下に置こうとして、かえって成長を妨げてしまうのは、愚かな母親であります。我々は愚かな母親であってはならない。この愚かさは、結局、重荷となって自らに覆いかぶさってくるでありましょうし、子供を社会に貢献できない大きい赤ん坊として社会の笑い者になってしまうでありましょう。以上とあります。私もそう思うんです。私が20代の頃、幹部にいつまで創価学会は公明党を応援するのと、創価学会は宗教団体でしょう、政治団体ではないはずだよと言ったことがあります。幹部は、確かに公明党は創価学会の応援なしでは選挙に勝つことはできない、しかし20年後30年後には公明党は一般大衆から支持を受けて創価学会の応援がなくても選挙に勝つことができるようになる。それまでは公明党を一生懸命応援していこうと指導されたことがあります。
私はその言葉に納得をし、公明党を応援をしてきました。そしてそれから20年後、30年後、どうなったでしょうか。公明党は創価学会の応援なしで選挙に勝つことができるようになったでしょうか。全くそうではありません。今の公明党、創価学会の応援なしでは選挙に勝つことができないんです。まさに社会に貢献できない大きい赤ん坊として社会の笑い者になってしまうでありましょう。その通りになっているんです。それに気づかない創価学会員さんが多いんです。いつまで公明党は創価学会におんぶに抱っこなんでしょうか。私はそこに大いに疑問を感じています。コメントをしてくださった創価学会関係者の皆さん、本当にありがとうございます。よっしゃ、やってやるぞとやる気が湧いてきます。こちらは今日の政教新聞です。月々日々に池田先生の俺の言葉を紹介したいと思います。我らの世界平和の日である。戦争を永遠に葬り、断じて平和の世紀を作るのだ。それには世界幸福を遂行するしかないとあります。全く私は同感だと思います。しかし本当に創価学会が世界平和を目指すというのであるならば、軍拡を進めている自民党、公明党、なぜ応援するんでしょうか。少なくとも軍拡を進める自民党、公明党に対して、お前らふざけるな、戦争ビジネスに加担するんじゃない、沖縄に辺野古米軍基地建設ノーだ、先島に自衛隊ミサイル基地建設ノーだ、防衛財源確保法案を成立させた自民党、公明党、ふざけるな、43兆円もの軍事費を捻出するために教育福祉をカットする、こんなことは絶対許さん、戦争ビジネスよりも庶民の生活が大事なんだ、防衛産業基盤強化法案を成立させた自民党、公明党、人を殺すための武器輸出で金儲けをするとんでもない法案、こんな法案を成立させた自民党、公明党に対して、ふざけるな自民党、公明党、お前らはもう応援しないと言うべきだと思うんです。政教新聞では世界平和、平和と言っていて、政治の世界では軍拡を進める自民党、公明党を応援する。私はそこに大きな矛盾を感じています。なんか使い分けしているように思うんです。創価学会は平和のために頑張っていきます。公明党は軍拡に頑張っていきます。それは創価学会には関係がないことだということなのかなと思うんです。でも創価学会は死に物狂いで自民党、公明党を応援するでしょう。おそらく裏金自民党も応援するんではないんでしょうか。旧統一教会と絡む自民党も応援するんではないのかなと思います。この政教新聞の通り、戦争を永遠に葬り、断じて平和の世紀を作るのだと思うならば、自民党、公明党、軍拡を進める自民党、公明党、決して応援できないのではないかと思います。皆さんからのコメントをお待ちしています。さあ、今日11時から凱旋ポスカツ頑張っていきます。